エドワード・エリ、ローレンス・キッチスは、アメリカ合衆国の脚本家、プロデューサーである。ABC のテレビシリーズ、ロストや、ワンス・アポ p ア・タイムで知られる。ミネソタ州で生まれる。2002年5月、ジェニファー・ズースマンとの交際が報じられ、2003年3月29日に、アリゾナ州、スコッツデールで結婚した。 共同で脚本を書いているアダム・ホロウィッツとは、同じウィスコンシン大学マディソン校の卒業生であり、イントロダクション2フィルムのクラスで知り合った。1993年にラジオテレビ、映画の学位を取得した後、ホロウィッツと共に、ロサンゼルスに移った。ロストへの参加以前には、フェリシティの青春や、ポピュラーの脚本を書いていた。ロストには2005年に第1シーズン半ばで、 脚本家兼プロデューサーとして加わる。2005年秋からの第2シーズンからはスーパーバージングプロデューサーに昇格した。キッズイスを含む脚本家人は第1及び第2シーズンの執筆により全米脚本家組合賞のドラマシリーズ賞を受賞した。2006年から2007年にかけての第3シーズンでは共同エグゼクティブプロデューサーに昇格した。 さらに2008年の第4シーズンも続投した。また第4シーズンにより再び全米脚本格組合賞にノミネートされた。2009年の第5シーズンではエグゼクティブプロデューサーに昇格した。第5シーズンにより脚本家人は第62回全米脚本格組合賞ドラマシリーズ賞にノミネートされた。2010年の最終第6シーズンでも エグゼクティブプロデューサーを務めた。2010年にはトロンの続編のトロン・レガシーの脚本を執筆した。キッズイスト・ホロウィッツは ABC より2011年10月23日に始まったファンタジードラマシリーズ Once Upon a Time を企画した。この作品では記憶を奪われて別の世界に飛ばされたおとぎ話のキャラクターたちが描かれる。両者はこの7年前に ロストに参加する以前から構想していたが、プロジェクト開始は同番組終了まで待たねばならなかった。制作脚本、ありがとうございます。